だけどだって滝沢プロね、はい、よくあるじゃないですかこういう場面、はい、これで、役配のみ1000点つって、はい、せこいよなって言われることないでしょ別に。普通ですよね。でしょ、はい、これは仕方ないです、はい。まあ、せこいかどうかっていうあのそういうあれじゃないですか、ね、表現の問題そうです、あの戦法の上下を競ってるわけですからね。そうですよね全然もう問題ないです。またまたドラは流派です。徳間の手は早そうですね。瀬戸熊ですか。うん、村上もいいですね。お、そうですよね、2面使完成。達也は逆に動かないと厳しいんですが、あの1枚目のトーンは見送ってますらしいですね。うん、すごいよな本当に。これこそせこくないですね、うん、ある意味潔すぎるぐらい、うん、5本歯で供託5本ですからね、うん、すでにファンタジスタですね、はい、これ手が進まないまま2枚目ボンって出ちゃったらどうするんですか。もうそれは泣くでしょう。さすがに泣くんじゃないですかね。泣かないと今度はちょっと遊びすぎになっちゃいますね。本当ですか、はい、芸術に走りすぎてそれでもいいんですけどね。ただ勝たないと嘘になっちゃいますからね、うん、プロの技は。ちゃんと勝ちを目指してそれが僕ら見てる側からして面白いっていうのが、そうですね、一番ベストの形で、その中で美学があるのはいいと思うんですけど、うん、そうですよね、遊びに走っちゃうのは良くないかなと。チートイツですね、親番で、ね、やるのはかなり勇気がいるんですけど、もうチートイツ狙いじゃないですかあの数ピンとか。こいつが増えてくれたんですけど、その前に1ピン打ってるんで、まあ、メンツ手ですよね。これもやっぱり 今のドラ打ちですよね。これがやっぱり供託5本なければドラ打ちになってない可能性もありますね。なるほど、はい、上がりに価値がある曲なんで。あ、そっか、まあ、単用に行ってもいいぐらいですけどね。ちょっと一応若干ピン風単用作りを意識して、あ、ドラドラ、お、間に合った。ドラは重なりました、うん、あ、そっかそっか、パーソーでいいですね。僕はパーソー打ち。おー、ああするとウーマン引きのダイレクトなイペコを2点牌逃せちゃうんですけどね、うん、形が微妙なだけに役割点牌の可能性は閉ざしたくないとは思うんですけど、僕もそうですね、うん、これでまあもう1回9万かあるいは9層か、9層か、9万か。357の両冠の形を残しました。でまたチースを引いたときに裏目たときに三面ちゃん振り点だけど、振り点だけど三面ちゃんが残るんで、だからパース、僕はパース打ちです、うん、そのチースと結構いそうなんですよ。あっと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 、まあ馬薄いんですが、まあ、まあ、でもこれで想定ないんですよね、うん、村上さんとしては、まあ、これはこのテンパイはもちろん、うん、あ、動いた、動いた。お、ヤンマンポン。珍しい。でこれ結構リスクのある仕掛けなんでね。残ったパイ全部タイヤーパイだらけで。リーチに対して受けが効くかどうか。そしてこちらも。まあね、村上さんがドラ打ち出してきてるんで、うん、まあ、勝負どころって感じですよね。瀬戸熊さんも。なるほどね。このリーボ取られるとね、一気に追いつかれちゃう。うん、あんまりらしくない仕掛けではあるんですけど。対応してるってことですね。そうですね、この局面に対応してる、うん、さあ久里のリーチがいつかかるか。そして達也のチートいつも進んでますからね、イーシャンテン、まだテンパイは入りません。そして瀬戸熊チーマン、もうそろそろ来ますよ久里。これシャンポンかな。シャンポンですね。テンパってリーチ打った。これ読まれやすいですけどね。そうですね。どうしてですか。パソコンが先に打ってあるんですよね、1枚。あ、はい、なんであのパーソンなんで残ってたんだろうっていうと、数層持ってるんで老層がなくて、おそらく9層が統一だなってみんな思ってると思うんですよね。9層の片割れがなんだろうって感じなんですよね、シャンポンだった場合ですけどね。
まあ、ドラは当然警戒されますよね。そうですね、一枚切れても、はい、そうです。うん、このスーピンとか打ちやすいんだ逆に。両面じゃなかったらってもう踏めばの話ですけど、うん、これも怖いですよね。ちゃんぽんの相方候補。あ、やっぱり本当に薬杯と何かのシャンポンってすごい多いんですよ。薬杯と何かのシャンポンね、多いですね、うん、そっちがで薬杯高めみたいな感じですか。ここでちょっと今ブレーキ外して村上さんがビュンっていけるかどうかっていうのが、うん、でもそれじゃなくてもシャンポン系ってその読みづらいんでしょ、やっぱりマーチハイとしては。まあそうですけどね、うん、ただあテンパった。これはもういきますよね。これはいきますね。あ、よかったですね。でもローマンの方が現物になってて、あ、テンパった。チーピン切って、チーピン2枚切れですから、これ切ってと、リーチなんだ、うん、そのイーマンがね、これ面白いですよ、2枚生きてるんですよ。これは自ら天敗で展開をこじ開けに行く。そうだ、あの捨て牌だからな、瀬戸君さんもこう3ピンもノーチャンスなんですけどね、うん、ちょっと嫌ですよね。うん、どうなるんだろう、誰かが上がるんでしょうか。次は村上のこのリアンマン出ない。アンマン、ただ達也君にはまあ打ちやすいというか、手順がもう切り順がめちゃくちゃなんで、うん、チートいつか、まあ、当日戦本戦ですよね。リアンマンで追っかけるかどうかっていうところもありますもんね。そうですね、うん、そんなに場面がリアンマン待ちいいっていう風に判断させる材料はないので。うーん、まあ、でも、ね、あら、ま、慎重ですね。慎重ですね。うん、まあ、瀬戸熊に取られなければ、この一歩取られなければまだチャンスありっていう感じで一歩引きましたよね。そうですか。難しい。3ピン抜くんじゃないですか、さすがに。スーピン3ピンとは打てるんですね、現物で。ということはウーピンも一応打てるのか。そうですね、はい、終わり。受け間違えた。まあこれは仕方なし。まあ仕方ないと思うんですけどね。ああ、まあこうなったらもうね、多分テンパイ復帰できる最善の方法を考えてるって感じじゃないですかね。なんかありますか、いい作戦は。なんか打てる範囲ないかなと。スーソー打って、そうそう、引き戻しやすい牌がどっちかみたいな。あ、いった、いった、うん、一巡ちょっと。でもチーソー打たれた後なんだけどね。そうですよね、逆に辿ったか。うん、あ、上がれた。あ、ん、スチ、スチーソー、あ、違う、ごめんなさい、はい、ダフってる、まあ、お、力入ってますね。まあ、そういうことか。いや、ちょっとどういうことだ。瀬戸君さんからもしかしたら出るっていう、うん、またいいピンだ。空切り、空切りしておくと降りたようにも見えるという、うん、これが現物で、はあ、あら、あらら、上がりましたね村上。やっぱ勝算ができたからリスクを負ってもいいっていう風に判断したんですかね。うん、ただリアンマン打った時点で一回バレちゃいますからね。そのティーピング偶然今空切りできたけど、あの心模様は何なんですか。そのこれはちょっとリアンマン打てない、いやでももう一回3ピン引いたからには今度は行くぜみたいなのはあるんですか。まあ現物になったっていうことが大きいのかな、うん、他にちょっともしかしたらね、僕は考えてないところに意図があったら申し訳ないんで、あまりこうちゃんと言えないですけど。いいんですよ、推測で言っちゃえば。推測で、はい、後で後で本人が放送席来た時にどうなのよと。いや、例えば友人無断ですねって言ったらそれで終わっちゃうじゃないですか。そういうとこが難しいってことですね。そうですね、それちょっと悪意がある感じ。確かにね、そうじゃないとは思うんで、まあ、